はい、それでは次の質問なんですけども、先生は K-1 についてどう思われますでしょうかと話したんですけども、まあ K-1 に、まあ極真から K-1 に参戦したフランシスコ・フィーロとか、まあ、アンディ・フグとかなんかすごくスター選手になったわけなんですけども、まあその辺についていかが思うでしょうか。まあ、K-1 大好きなんですよ。K-1 大好きなんですよ。大好きなんですよ。あ、そうなんですか。全部ビデオに撮ってあって、今、それを捨てられなくて、はい、あの金沢の久安の実家に置いて、はい、全部持ってんの。先生は K-1 ファンだと。大ファンなの。大ファンだ。そんなにですか、うん、まあ、その後だと、マサトのファンでもあったしな。あ、じゃあ、全部見られてたんですね。会場にも行かれた時あるんですか。会場、富山で、はい、あの、ニコラス・ペタスがスネを打った時、はい、ピーターズと酒飲んだこともある。あ、K-1 に参戦した極真の選手はどう思いますか。準備さえしていけば、よかったと思う。うん、はっきり言うよ、準備不足だったと思う。あ、準備をもうちょっと K-1 のルールに順応、あの、準備してれば、やっぱりね、出るまでに1年くらいかけるべきだと。2、3ヶ月で出すべきじゃない。特に世界チャンピオンクラスはね、うん、やっぱり看板だからな、看板ぶつぶれるからね。それまで顔面なしでやってたのは、急に顔面ありになったりすると、やっぱちょっと戸惑いますよね。例えばさ、せめてね、顔ぐらいこうやってね、あの、ある方の話じゃないけど、止まってる標的は当たっても、動いてる標的は当たらない。うん、僕は、金沢の、カシジムのカシミカチは40年来の友達なんだけど、50年かな。ウェルター級クラスのボクサーとスパリングやらせてもらうときに、ジャブは避けられないだろうって早いから、はい、それで何考えてもたら、とにかく当てること、殴ることより、とにかく自分の顔が止まらないようにこればっかりです。ああ、動き続ける。ずっと、うん。一瞬もこうしない。必ず、今日は殴ろうと思ったから止まったけど、普通だったらこうしてるやつ。これやられるとね、当てられないんだよね、バンバン。まあ、こう、頭振ってる人が結構いますもんね。だからこの時に手を使って、手でバランス取るわけ、こうやって。これガードにもなるから、こうやって。これずーっと延々とやるわけよ。そうするとね、攻撃も下手くそな代わりに、ジャブもらなかった。僕は最初3分間3ラウンドやって一発ももらなかったの。ボクサーのジャブはね。あ、間違いない。で、自信持って、自分も打つようになるとカウンターで食らっちゃうようになったけどね。うん。だからガードさえしてれば大丈夫。だから、僕はね、極真の力を試すチャンスでもあるし。だから僕は一撃にうちの弟子出したよ。金沢のね、生徒でね。あの、今ほら、あの、あなたの友達の彼が出てる、親父やってる。ああ、中川達彦。うん、そう、はい、彼が出てる試合を主催してるやつ。はい、名前が出てこない。はい、まあ、その辺は。そいつの、はい、あの名前のね、やってるやつをね。おうたら、あの、彼には何をしたかったら、まずこれ教えて。とにかく、絶対に止まるなって。うん、次に二つ。ね。肩を上げろって。打たれない。さっきやったでしょ。まずこれ。あれね、もう3、40年前の話よ。あとでそいつが何て言ったの？花井先生、あれ、メグウェザーの構えですよ、あ、その時メグウェザーいないんだよ。その時から。メグウェザーより先にやってたのよ。いいですよ。うん。だってこうやってたとバンチ届かないの分かったから、で、左のジャブだけ、これでブロックしたら、怖いのフックだけで右は全く避けなくていいんだから。手抜きのガードができるんだよ。手抜きで、しかも、相手がね、右が当たらないで焦ったら、フリッカージャブで叩いてやるって言うんで。で、叩いて当たったら今度は右のストレートでいけって。あの、そういうの話した。ただね、所詮彼から私は信頼がないの。ボクサーじゃないから。それで何したったら、カシミジムにもう3ヶ月間特訓させて、徹底的にフットワークと上体振るやつを教えさせてもらったのよ。そしたら、本部の赤石君をめった打ちにして、藤田君が勝っちゃった。あ、藤田君だ。藤田正幸君だな。今ほら、パッと出てるね。藤田正幸君ね。そうしたら、館長激怒してたよ。浜井のとこにやられたって言って。で、赤石君って今でも本部の師範代してると思うけど、185センチくらいあるんです。あの、首振って、あの、体操的な、あの、彼はね、非常にね、面白いな。あのね、こういうことよ。あの、クラウチングスタイル、得意なんだな。だから、もう一つ言ったんだよ。なんて言ったの？
想像つくよ。何でしょう。空手のやつが顔面のカウンターもらうとき何してる例が多い。蹴りだよ。蹴り避けられてカウンター食らうんだよな。うん、こう言ったの。お前、ね、蹴りは2、3は以下にしろ。蹴りは気がつかないときに出たら出していいけど、蹴りは出すな。パンチでいけって。赤石もガード悪いよ。蹴りを迂闊に出してカウンター食らうんだよ。前がバレて。ところが、無意識に出る蹴りは相手も避けられないんだよ。だから、無意識に出る蹴りはいいけど、自分からは蹴るなって言ったの。パンチやってて、スッと蹴りが出たときはそれはそれでいいけど、自分から絶対蹴るなって言って送り出したの。このポイント2つ。止まるな。ね。頭低くしろ。あれ、クラウチングでいけ。これを、ボクシングジムの会長にも言って、会長指導頼むよって。そしたら、勝っちゃったのよ。彼はその一撃に出たことで、キックボクサーとして自信つけて。だけど、うちが松井屋と分裂した時にさっさとね、どっちにも来なかったね。バカ野郎。いやいや、笑い話だけどね。まあ、先生もすごく大ファンだという K-1 なんですけども、まあ、K-1 といえば、まあ、もともと石井館長がやられてたんですけども、石井館長といえば、その、芦原師範のところにいたということですごく有名なんですけども、その辺についてちょっとお話をお聞かせ願いたいなと思います。まあ、石井館長についてはね、はい。まあ、足柄先生のところでね、なんか給料が少なかって、それで辞めるっていう話になったら、急にいきなり50万ぐらいになっちゃったみたいなね、10万ぐらいの給料が。最初10万円ぐらいだったんですか？ 11万ぐらいだったと。だってこれ、彼の本に出てるでしょ、これ。ああ。これ何？空手超バカ一代、ね。これ、空手超バカ一代。うん、石井和義って書いてあるね。あ、まあ、これが全部本当かどうか知りませんよ。うん、これだってやっぱり石井さんからの味方だから。それは足柄先生亡くなった方にね、死んでから物言ったってね、足柄先生反論できないからね。ただね、そういうことで独立しちゃったと。で、なんか僕よくわからないけど、中山とかあれはみんな石井さんについてたのがね、角田さんなんか未だについてるでしょ。ああ、そうですね。うん、で、今、中本さんっていう先生っていうのは、新政会っていうね、分派を作って、政道会館、ね、分派になって今松井館長と組んでますよね。だからまあそれ人それぞれの歩む道が違うんだけど、僕ははっきり言いますよ。いやー、K-1 がやってくれて人生楽しくなった。だって面白いもん、やっぱり私は地上最強の空手やりたいと思って空手来ててさ、ヘビー級はどのくらい強いのかとかで、目の当たりにしたのはあれだもん。これでね、フィリオが負けちゃったり、その負ける前にね、はっきり言って、同じ、確かに極真は顔面に穴があったり、カウンター食らいやすいんだけど、じゃあ、ホーストが違うの？ベルナルドは違うの？ピーターツは負けてないの？それから、あれ誰だっけ？レイセフォーは負けてないの？みんなキックボクサーも変わったり負けたりなんや。ただ極真は、地上最強！もう問題にならんくらい強いっていうイメージがあったがために、一回でも負けたらそのイメージ崩れちゃうわけ。つまり神のごとく強くなかったらダメなわけよ。ただね、私も驚いたけど、アンディ・フグとフィリオの試合はあれは、もうなん、戦慄を覚えたね。あれね、間合い取ってたアンディがね、サウスポーから、ワン、ツー、綺麗にスーッと入ったら、フィリオがスッて下がりながら、これでさ、あれ、下半身映ってないから、あれ、今日も言ったけど、腰を回して打ってるのか、手打ちでやってるのかって言ったら、手打ちにしか見えないの。それでアンディがガクってやって、やめーの時に食らった回し蹴りと同じように倒れたのね、あれ。伝説の回し蹴りね。やめーの合図と同時ぐらいに入ったの。そうそうそう。
僕はね、あの判定に関してはね、ヨーロッパ人はスポーツマンだから怒る。あれ、やめの入った後で反則じゃないかって。でもね、大山先生、そのまま押し通したら俺は気持ちわかる。なぜか。誤審空手もそうですよ。武道は斬新。身を守るため、ね、殺されないための武道が、相手が下向いた、参りましたと言ったからって目を離して後ろから刺されてどうするんだって。だから僕はね、前回もそういう試合あったんですよ。試合間際にワンツー食らわして、ポイント取ろうとしたら、それがやめの後だったんで、ポイントなしになっちゃったって。あれはポイント取るべき。特にノックダウンした場合はもうこれ、ノックダウンされた方が誤審空手としてはまずい。武道として考えると、ね、やめの後でも食らっちゃダメ。ただし、叩いたやつはペナルティはちゃんと取る。ペナルティも取るけど、ポイントも相手に与える。そうするとね、殴りかかってポイント、ペナルティ取られたら嫌だから殴らなくなる。殴って、当たって、ペナルティ取らなかったらこれから殴るやつばっかり増えてくる。それでそういう判断しようと思ってます。だからね、今のね、アンディの試合見た時にね、フィリオのこの背中から、足腰から背中を回ってくるパンチって、こいつやっぱ恐ろしいなと思ったね。だから、オリンピック級のフィジカル持ってるなと。でもこれ後日談があってさ、ちょっと全然話変わるんだけど、はい、フィリオと現役引退した清原、野球の。ああ、野球の、はい。あの二人がね、あれ、なんていうの？後ろに綱引き大会やったりする、あれ、サスケ？ああ、サスケ、はいはいはい。あれでやるときにね、はい、フィリオは、あれほら、磯部シアンが後ろで縄引っ張ってて、サンドバッグ叩くと後ろから引っ張りながらパンチ打ったりするんで、絶対にフィリオが勝つと思ったの。うん、ところが、よーい、ドンってやったら、清原があっという間に勝っちゃったんだよ。あの時思った。野球選手、一流野球選手の基礎体力、フィジカルって、俺たちがオリンピック級って言ってるけど、極真も、下手するとそれ上回るなって思った。瞬発力すごいですよね。野球ってやっぱ万能選手が行くとこだったんだよな。だから大山総裁がこんなこと言うんだ。ね、空手に来るやつあり、ろくな体力のやつがいない。ね、なんでか。一番の選手は、才能のあるスポーツマンは、野球行っちゃう。2番目が相撲行っちゃう。3番目が柔道行っちゃう。空手はその勝つしかこれ見るんだ。じゃあ、その野球選手でしょ、相撲選手でしょ。まあ、今は相撲界から転向して格闘技界に来る選手も多いんですけども、うん、まあ、その世界の中からすごい選手って本当はいっぱいいるんですよね。そう、絶対いるのよ、すごいのが。例えばね、朝青龍ってあれ100何十キロの体重でね、100メートル11秒で走るっていうのはすごいですよね。化け物だよ、フィジカルが全く違うよ、うん、モンスターと戦ってるのと一緒だよ、まあ、それでも腰に空手だったら金玉蹴りは倒れるけどだから僕はね、そういう連中も想定してあのグローブも作ったし、あ、だから22センチで誰も作らない。あのね、バカじゃない限り22センチのグローブなんて思いつかない。私は相当バカなのよ。なんでか、想定している敵がセイムシュルトであり、ボブサップでありね、ピーターアーツでありね、チェホンマンなのよ。あんな連中にね、普通のグローブで叩かれても、はっきり言ってもね、一生脳障害を起こしたりするよ、はっきり言って。だからちょっと話が飛んじゃったけど、K1 の話でしょ ?K1 の話。だから僕はね、石井さん、あんたに感謝するよ。本当に K1 見てるときは楽しかったの。こんな面白いもん。まあ、20世紀、旧約聖書の時代から、旧約聖書から読んでる俺にしてもね、こんな面白いの。ロシアのパンコラチオンでも見れなかったって、こんな世界の化け物を集めて殴り合い、蹴り合いやってるっていうのはね。石井さん、ありがとう。まあ、K1 がすごく大ブームになって、そう大きい興行とか、まあ、ドームとかでもこういっぱいやってたんですけども、ズバリあそこまで大きく成長したポイントといえば何でしょう。最初ね、あれ、東亜杯って言ってね、顔面ありの空手から始まったんだよね。東亜杯ってありましたね。そう、賞金かかってたんですよね。そうそう、はいはい、そこにね、ドン中谷ニールセンだとか、ニールセン、その、はい、対抗相手が佐竹で、はいはい、ね、
あそこから始まったんだよね。村上塾長も出てましたよね。そうそうそう。で、あと黒沢くんとか、あの黒沢くんが村上先生とやって、パンチで負け、あの、食らって、最初に角田に負けたのね。角田さんに負けたのね。で、やっぱりあの極真教はやっぱり蹴りは強いけど、顔面ダメだって言われて、その叩いてる方も極真なんだけども、もともとね。だから、そういう実験を経てね、どんなかやニールセンとか、ね、佐竹が勝って、あ、これ、もしかしたらヘビー級でやれるなってのが出てきて、最初、あの、誰だっけ、あれ、あの、アーネスト・ホーストも細かったんよ。あ、で、その相手が誰だかったら、あの、第1回 K1 チャンピオン、誰かちょっと忘れちゃったけど、彼もね、そんなの、彼は大きかったけど、ホーストは確か細かったし、あそこにもう一つあの誰かの先生になったっていうあの黒人もう一人いたね、有名な選手。この三人が最初のつり合いで出てきてヘビー級が始まったんだよね。確かに大きい選手が迫力の殴り合いしたら面白いですよね。面白いよ。それもね、スーパーヘビー級のキックボクサーだ。あのやっぱり見てたらあのベルナルドとかね、キャラクター良かったでしょ、すごく。まあ、中野君、こんなあの坊主頭してさ、それからあれレバンナー、あれもほらなんとかサイボーグね。あ、ゼロムバトルサイボーグって言われてね。それとあの2枚目の誰だっけ、レイセイフォーとかね、いろんなキャラクター出てきて、まあはっきり言ってめちゃ面白かったな。ピーターズの強さはもうダントツで光ってたしね。その途中からちょっとほら際もになってきて、あの俺ね、あれだけ情けなかったの、アーネスト・ホーストに4回ちゃんもチャンピオンになったやつがさ、ボブサップのド素人に負けてるって。体力差だけで勝ちましたね。でも、しかもよ、何度もさ、ボディーブローで倒してるのに、最後パンチ食らって倒されてんだよね。俺ね、だからね、俺はっきり言うけど、アーネスト・ホースト嫌いなの。あ、そうなんですか。だって、お前恥知らんのかって。K1 を背負ってる選手が、ボブサップに負けてどうすんのって。だからそういう意味で、あの、K1 どう思いますかって言ったら、はっきり言います。松井館長の参戦に関しては、はっきり賛成です。ただし、準備期間欲しかったなと。もうちょっと、いいコーチ、時間つけて、つければね、結果もっと違ったものになってたと思う。だから、あの、やっぱり、最初にデビューした時はね、アンディ・フン一発で伸ばして、その後誰倒されてる。サム・グレコも3連打で気絶しちゃったんだよね、あれ。そしたら、こいつ一撃したって、あっこから一撃っていう商標が松井館長取るようになったんだよ。だから、あそこまでは大成功。あのまま引退してたら、褐色の大山抹殺ということで、極真は地上最強で終わってたんだけど、その後出たら動きバレちゃって、あのね、あれ確かね、ベルナルドにボッコボコにされたんだけど、俺あの試合はね、100人組でやったフィリオの、あれ、まともな体調じゃない。あれ、どっか体壊してたなと思うよ。あの、それは極真を擁護してるって意味じゃなくて、はい、まるっきりスタミナなかったの。だから、そのいい面も悪い面あったけど、私としてはね、極真の力を世に知らしめるためにね、その K1 に参加する、あの、ロー先輩は反対してたし、梅田先生も反対してたような気がするけど、俺も悪いけど、そこは意見合わねえ。大賛成だったのよ。だから、石井君、もう一回言う。石井さん。あ、石井さん、年一緒なんだよ、俺と。ありがとう。いや、本当にいいもん見せてもらったよ。まあ、石井館長といえば、はい、まあ、芦原師範のところにいて、うん、まあ、芦原師範が関西進出の件で、まあ、石井館長とちょっと、いろいろあったところなんですけども、まあ、この件に関して先生、いかがでしょう。あの、もともと、これ、はっきり言うと、大山先生の許可を得ないで出したこと自体が問題なんであって、あの、石井さんはそれに口出しする立場じゃないよね。うん、やっぱり自分の師匠である芦原先生の言うことを聞いてやったじゃだけで、うん。だから石井さんはね、一時極真会が入りたいで来たのよ。それで何人かで協議したのよ。あの、支部長会議で協議したら、周りあんなやつ入れたくないって言って、私は入れた方がいいだったの。うん、山田は反対してたのかな、うん。僕は石井さんは入れた方がね、彼はね、先見の目あるから入れたらいいって言ってたのよね。うん、そうせ、あの、大山先生も本当は入れたかったんじゃないかな。あ、そこでもし石井館長が極真に入ってたら、歴史はすごく変わってたんです。K1 なかったかもしれないな。もしかしたら極真が K1 をやってたかもしれない。
いや、無理。それはないですか、はい、顔面は抵抗ある。あ、顔面ないですもんね。だってこれもあったじゃん。ほら、松井館長がタリーフを乗せないから、はい、私が言ったでしょ。タリーフを拒絶したら、必ずタリーフは自分で全日本やるぞって。3年後に JKJO できちゃったでしょ。僕は JKJO ができたことは逆に言うとね、あのフルコンタクトの底辺層は広まったと思ってるよね。まあ、大体、K1 に関する感想はね、そのぐらいですね。あと、なんかね、どうもさ、極真で、今回ほら、フランシスコ・フィリオやら、フェイトーザが除名だったんですね。はいはい、まあ、あれとは K1 直接関係ないしないと思うんだけど、はい、なんかニコラスも、あんまり K1 に関してね、いい思い出じゃないらしいんだよね。そう、お金の面で。ファイトマネーを、なんか、本部に取られたとか取られてないとかで、要するに、あれ、マネジメント松井幹事やってるでしょ。あー、オスの精神になっちゃうわけよ。命をかけて戦ったのか。そう。だからね、その辺で結構みんな不満持った可能性ないでもないなって。だからニコラスはね、我々先輩にも喋りたがらん、うん、その辺の経緯は。じゃああんまり喋るじゃない。喋らないんだよ、うん、だから我々先輩に対してもいい感情を持ってないんじゃないかなくらいの。だって私接触してないのにいい感情持たれない理由ないけど、うん、当時ほら松井屋の幹部だったから、はい、一緒に見られた可能性あるよね。あ、まあ大体 K1 に関してはニコラスの件もある、グラブのフェイトザフィリオの件もある。あとサムクレコはね、あれ一つエピソード、大山総裁はね K1 に行ったアンディ除名破門したでしょ、はい、サムクレコになってないの。あ、なんでだと思います。なんでですか。アンディは一言も言わないで行っちゃったのよ。ああ、なるほど。サムクレコはなんて言ってたかったら、オーストラリアじゃ空手じゃ食えないんで、総裁申し訳ないけど K1 出させてくださいって、あの頭だけ下げてやっちゃったのよ。ちゃんと筋を通したんですね。筋通してきたのよ、挨拶に。人間ってそういうもんでしょ。あ、そうですね、やっぱり筋通してくると言えねえなってなっちゃうね。うん、なるほどですね。だからさ、やっぱりね、一言言うという気の利き方が大切なんだよね。まあ、俺もきっとその頃だったら気の利かないって人間だったから、そんなもんじゃないだろうけど、人のこと言えたぎりが。俺こそね、あの小島じゃねえけど、俺も別に自分が偉いと思って喋ってるわけじゃないのよ。俺もあそこはダメだったな、ここだ、今から考えるとそれちゃんと謙虚にしておけばよかった、もうちょっと人に聞き聞かせた方がよかった、人のいいとこ見りゃよかったなって思ってるだけの話です。一応 K1 についてはこれぐらいで、はい、はいはい、引き続き浜井先生への質問は大募集中ですんで、ぜひ質問お待ちしてます。先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。こいつはすごいと思われる最強外国人選手についてちょっとお聞きしたいと思います。やっぱりね、なんといってもね、やっぱり、ね。